皆さんはテテが舞台上や様々な場所で見せる表情変化の凄さについて知っていますか？今、世界中のファンから愛され、高い人気を集めている BTS。最近では、韓国以外での活動が多くなり、グローバルな活躍を見せています。たくさんの有名アーティストとのコラボや企業からのオファーが相次ぐ BTS ですが、人気の理由は、アーティストとしての潜在能力の高さに隠されています。プロとして欠かせない技術の一つが、舞台上で見せる表情管理です。今回は、BTS テテの表情管理の凄さについて知ることができるエピソードを5つご紹介いたします。テテは、BTS の中でカリスマ的存在です。パフォーマンスやダンス、さらには歌唱力にも高い技術を持ち、定評があるメンバーです。テテは映画評論サイト TC キャンダーが毎年年末に発表する世界で最もハンサムな顔ランキングに毎年上位入賞し、ビジュアル面でも高い人気を誇っています。何でもできてしまう能力の高いテテですが、最近話題になっていることはテテの表情管理です。 K-POP アイドルは特にパフォーマンス時の表情を大切にしています。ダンスや歌の練習だけではなく、鏡を見て表情だけを練習することも多いそうです。ファンの心を引きつけるためにも重要な役割を持つ表情管理ですが、テテは K-POP アイドル内でも表情管理が上手なアイドルとして有名です。テテの表情管理は他のアイドルとは違います。一般的に他のアイドルは舞台上でパフォーマンスをする際、表情管理の技術を披露することが多いです。しかしテテは舞台だけでなく、様々な場面で自然な表情変化をファンに届けます。2021年4月20日に公開された BTS リアリティ番組ラン BTS 第138話では、BTS が卓球にチャレンジし、プロの先生に卓球を直接教わる様子が話題となりました。BTS は最初に自身のやりやすい持ち方を研究し、先生からラケットの持ち方を教えてもらいます。先生は持ち方によってどのように動きが変わるかを伝えるため、メンバーの前でラリーのお手本を披露しました。軽く見せると公言してラリーを始めた先生でしたが、プロのラリーの勢いにメンバーたちは驚きます。目の前で見ているメンバーは、憧れや尊敬の眼差しでボールを目で追いかけています。その中でも、ファンの間ではやはり、テテの表情に注目が集まりました。テテは、最初は笑顔で先生のラリーを見ます。しかし、あまりのボールの速さに途中からは呆然とした表情を見せます。最終的には真顔になり、ボールを追いかけるために首だけを動かしている状態になったのです。こんなことが自分にもできるのかな？というテテの素直な気持ちが現れた表情変化に、ファンも思わず笑顔になりました。SNS では、このシーンのテテが切り抜かれた動画が投稿され、より注目されました。短い時間にキラキラした笑顔から絶望みたいな顔になるの面白すぎる。必死に球を追いかけている動きも可愛いし、表情で何を考えているのかバレバレなのも最高、とたくさんのファンからコメントが寄せられました。舞台の上ではセクシーでかっこいい表情を見せ、ファンを虜にしているテテ。舞台以外の場所でも様々な表情を届け、ファンを楽しませてくれるのはテテの大きな魅力の一つですね。そして、テテの表情管理が一番発揮されるのが、舞台上でのパフォーマンスです。BTS はこれまで、コンサートなどたくさんの公演を通して、ファンに魅力的な表情を届けてきました。毎回、公演後にはテレビやネットニュースなどで BTS の活躍の様子が取り上げられます。最近は、テテがコンサートで見せる多彩なパフォーマンス、それに合わせた完璧な表情管理が注目されていました。2021年10月24日には BTS のオンラインコンサート Permission to Dance on Stage が行われ、世界中の多くのファンが画面越しに彼らのパフォーマンスを見守りました。きっと皆さんの中にも当日視聴した方が多いのではないのでしょうか。当時コロナの影響で長い間コンサートを行えていなかった BTS。メンバーもとても楽しみにしていた公演だったようです。それもそのはず、約1年ぶりのオンラインコンサートでした。ファンも久しぶりのコンサート開催を楽しみに待ちわびていました。
しかし、公演日当日の開演4時間前に衝撃のニュースが発表されました。それはなんと、テテがリハーサルで足を負傷したというニュースでした。本番では激しいパフォーマンスを控え、座ってライブに参加すると書かれています。突然の発表にファンも驚き、心配したニュースでしたが、テテ本人は開演ギリギリまで舞台でパフォーマンスをしたいと言い続けたそうです。事務所はやはりテテの体が第一のため、医師からの診断に従うしかありません。SNS 上では当時、テテへの心配やねぎらいの言葉がたくさん寄せられましたよね。そんな中始まった公演でテテはファンに、怪我をしてしまい申し訳ないという気持ちを語り、ファンへ繰り返し謝罪をしました。しかし、椅子に座っている状態でも、テテのカリスマ性が溢れ出ていました。テテは楽曲ごとに異なる雰囲気の衣装を身にまとい、メンバーと共にダンスパフォーマンスはできないものの、圧倒的な存在感を発揮しました。動きが制限されている分、ファンの視線が集まるのはテテの表情です。テテは黒い衣装を身につけ、魔王のようなダークな雰囲気のパフォーマンスの際には、うっとり、セクシーな表情を浮かべます。当時、テテは胸元から首にかけて、バラのトゲのようなタトゥーを入れていたため、そのタトゥーが一層テテの美しいビジュアルを引き立てていました。実はこの演出はテテのアイデアで生まれたそうです。自分自身の魅力をよく理解しているからこそなせる演出に、ファンからも感嘆の声が上がりました。さらに、白い衣装でサングラスを頭につけて登場したテテは、先ほどの黒衣装とは変わった表情を見せます。カメラに抜かれ、テテは、ファンを見つめるようにカメラをじっと見つめます。まるで、ファンに会いたいと心から願うようなうっとりとした表情に釘付けになった方も多いのではないのでしょうか。他にも、いつものような可愛い笑顔や、優しい表情などとは異なる、大人っぽい表情を楽曲ごとに見せたテテ。ダンスパフォーマンスはできないながらも、視聴者に物足りなさを全く感じさせない、完璧なコンサートを披露していました。ファンの間でも話題になり、テテを称賛や尊敬するコメントが寄せられました。さらに、この公演を見ていた海外メディア、ティーンボーグや、ザ・ガーディアンでも称賛の声が上がりました。テテは座った状態でもステージを完璧にコントロールする一流のパフォーマーであると大絶賛。このことからも、テテがいかに世界から注目され、パフォーマンス力が認められているかが伝わってきますね。ファンから愛されているテテの表情管理ですが、実はその中にテテにしかできない特別な表情があると、ファンの間で一時期話題となりました。カメラの前では、いつもかっこよく、クールなイメージのテテですが、ふとした瞬間にテテはイメージを覆す。ファンも虜になる表情を見せるのです。以前、SNS にファンが、テテのある表情の写真をまとめて投稿しました。その写真には、ほっぺを膨らませて可愛くはにかむテテの姿が捉えられています。まるでテディベアのぬいぐるみのような表情。普段、舞台で見せるクールなテテからは想像できない可愛さを秘めています。テテのこの表情が好きと公言しているファンも多くいます。実際に投稿者も写真とともに、テテがこの表情をしたとき、私は涙を流した、と歓喜の気持ちを英語でキャプションをしていました。しかし、テテはこの表情をふとした瞬間に行います。この表情を見るためには、テテから片時も目を離すことができません。テテに焦点を当ててじっくり見ていると、さらにテテの魅力にはまり、抜け出せなくなってしまいます。そんなテテのカリスマ性はさすがですね。テテは、このテディベアのような表情が癖になっているようで、ファンの間では気まずい時や照れている時にテディベア顔をすることが多いと分析しています。テテは他のメンバーに比べて、気持ちが表情に出やすいタイプと言われています。この顔もその一つなのかもしれません。BTS のビハインド映像などを見ていても、撮影の合間にこの顔を披露することがあり、撮影中のクールな表情とのギャップに心を奪われてしまうファンも多いようです。テテの顔は、基本的に直線的で男らしいイメージが強い分、ほっぺたを膨らませて顔の曲線がはっきり見えると、そのギャップから子供のような幼い雰囲気になります。頬の柔らかさなども強調され、この表情を目撃したファンからは、テテのほっぺを触りたい。ほっぺたの膨らみが可愛すぎる。かっこいい表情の後にこの顔をされたら、
ファンは全員好きになっちゃう、と、テテの全く違う可愛い表情に対し、たくさんコメントが寄せられています。様々な表情でファンの視線を集めるテテですが、テテは一瞬にして表情を変化させる表情変化のプロとして知られています。BTS は2019年2月10日、韓国のアーティストとして初めてグラミー賞に出席しました。プレゼンターとしてグラミー賞のレッドカーペットに登場した BTS。世界中のファンが見守る中、グラミー恒例の写真撮影であるグラムボットを使用したスローモーション撮影に挑戦しました。スローモーション撮影は、アーティストごとに個性あふれるポージングや表情が、たびたび話題になります。2019年の BTS の動画も SNS に投稿されると、約30分の間で100万回以上の再生回数を記録し、世界中のファンから投稿されると同時に大きな反響が寄せられました。黒のスーツに身を包み登場したメンバーは、撮影時、それぞれに違うポーズを取り合います。J-HOPE は胸元でハートを作り、中心に位置するジンはカメラに向かってビームを送るような仕草を見せています。他のメンバーも個性豊かなポージングをしました。しかし、SNS で話題の主役となったのは、やはりテテのポージングとその際に見せた表情でした。テテは動画の冒頭では正面を向き、笑顔でカメラを見つめます。カメラが降りてくる一瞬のタイミングでテテは体ごと後ろを向き、最後は体をそのままに、顔だけカメラに向かって振り返ったのです。振り返った時のテテは、最初の笑顔からは想像できないほどかっこよく男らしい表情を浮かべています。振り返った瞬間という一瞬の撮影で、ポーズと表情を大きく変えたテテ。これを見たファンは、テテの二面性を感じられる表情変化は最高。テテの表情が良すぎて危険。違法と言いたくなる、など様々なコメントを SNS に投稿しました。実はテテは BTS で唯一俳優デビューをしているメンバーです。2016年に放送された韓国ドラマ、ファランでは初めて俳優として演技に挑戦したテテでした。難しい役柄を持ち前の表情管理や演技力でしっかりと表現し話題になっていましたね。このような演技経験からも、テテは他のメンバーに比べて表現力があり、表情管理にも定評があるのではないかと考えられています。2020年9月1日、アメリカビルボードホット100にて、BTS のダイナマイトが初めての1位を記録しました。韓国アーティストとして過去に類を見ない初めての快挙に、アジア中が盛り上がりを見せました。この日、BTS は記念の V ライブを開催します。V ライブにはたくさんのファンが訪れ、コメント欄も BTS へのお祝いのコメントで溢れました。さらにこの日は、ジョングクの誕生日当日でした。メンバーもお祭りモードになり、ジョングクへ誕生日ケーキをプレゼントした後、メンバーはユズアイスティーでお祝いの乾杯を行いました。ここでテテは、持ち前のユニークさと演技力で、あるパフォーマンスをします。それは、すでにお酒に酔っているのかと疑わせるような完璧な表情でした。テテは、ユズアイスティーを受け取ってから、乾杯をするまでに、一瞬で表情を変化させます。テテの表情は、まるでお酒が入ったかのような様子で、ふらふらとした仕草を見せました。もちろんアルコールは入っていませんでしたが、テテはこのようなユーモアあふれる表情と演技を見せています。実は V ライブ中、テテはメンバーたちの後ろにいたため、テテの迫真の演技にいたメンバーは全く気づきませんでした。メンバーが気づかないところで、静かに自分の個性をアピールするムードメーカーのテテ。配信を見ていたファンからはたくさんの称賛の声が寄せられました。ファンはちゃんと気がついているよ。どんな時もユーモアを忘れず、いろんな表情を見せてくれてありがとうと、テテの表情に夢中になっていました。テテはデビューから今まで得意の表情管理で私たちにたくさんの魅力を見せてくれます。これから先、さらに成長した素晴らしい表情変化で新たな魅力を届け、テテはファンにときめきを与えることでしょう。今回は BTS テテの表情変化の凄さがわかるエピソードをご紹介しました。BTS のヤバいパフォーマンスと聞いて、皆さんはどのパフォーマンスを思い浮かべますか？
BTS の魅力といえば、ダイナミックなダンスやセクシーダンスなど、すべてのダンスにおいて完全なるシンクロ率が確立されており、完璧と呼び声が高いですよね。そんな数あるダンスナンバーから、アーミーからするとたまらないセクシーなダンスパフォーマンスを今回はご紹介していきます。BTS のセクシーなダンスの代表格といえば、ブラッド・スウェット&ティアーズです。MV ではカジュアルなパンツから脱却し、カチッとしたジャケットに身を包み、彼らのセクシーな魅力を引き立たせている衣装を身にまとったパフォーマンスが特徴的です。曲のコンセプトも、少年から脱皮して初めての誘惑に向き合い、葛藤し、悩める男の子となっています。少年から大人の男性への入り口に立った彼ら自身を表現するようなこの楽曲。この MV を見た海外のアーミーも燃えまくっていることでしょう。では、一体どのような反応があったのか、早速見てみましょう。すでにボーイウィズラブが流行っている時代になっちゃったけど、未だにこの曲から離れられない。こういうセクシー&エレガントコンセプトで、またカムバックしてくれないかな。この MV の振り付けとか、とにかく最高なんだけど。大好き。BTS の曲の中で一番最高な作品。事実のみ報告。など、他にもたくさんの反響のあった BTS の名曲となっています。続いては、Airplane Part 2です。ラテンミュージックでムーディーかつセクシーな曲ということで、今でも人気の一曲となっています。また歌詞の中で世界中どこにでも歌いに行くという部分について、ジンがいい歌詞ですね、僕らの思いが込められていて気に入ってますと述べているように、 BTS の思いが込められた歌詞もこの曲が押された理由でしょう。ムーディーな曲調となっているため、 MV はバーがセットになっているのですが、 BTS の他の MV にはない独特の雰囲気がとても魅力的な作品に仕上がっています。ラテン調の曲のため南米を意識したセットになっています。またメンバー衣装もラテン民族系の装飾があり、 RM やテテもこのようなエスニック調の衣装が好きだと語っていました。ファンの間でもこの曲のマニアがいるほど根強い人気がある曲です。早速どんな反応が上がっているのか見てみましょう。バーで踊ってる補足がまさに全てだね。ラテンの振り付けが特徴的で踊りたくなる。この曲好き。これは今までに聞いた中で一番セクシーな曲だね、などやはり根強い人気があることがうかがえます。続いてはパイドパイパーです。タイトルの意味はハーメルンの笛吹きで、言葉巧みに誘惑する人、無責任な約束をする人という意味も持っているようです。ディスコポップをベースにした一度聴いたら忘れられないリズムと笛の音色も印象的ですね。この曲は BTS をハーメルンの笛吹き男に例えたユーモアたっぷりな楽曲となっています。そしてセクシーと言われているのはその歌詞です。悪いことだからもっといいんだよという歌詞から始まるこの曲、すでにセクシーさ満載です。曲中には BTS のファンなら聞き覚えのある Twitter や V ライブ、ボンボヤージュという言葉が登場し、続けてこっちにおいで、僕は君の楽園、君の目は閉じれないよ、もがいてみてももうダメなんだ、僕を拒否しないで、ただ目を閉じて耳を傾けてみて、笛の音についてきて、少し危険で僕はすごく甘いよ、といった笛吹き男のように危険な僕を分かっていながらも惹かれているんでしょという少し上から目線な歌詞に続いて、ブリッジパートでは万が一僕が君を破壊しているなら僕を許してくれる、君は僕なしでは生きられないからみんな分かってるから、と歌っています。こんな言葉を BTS メンバーに言われたらもうメロメロになっちゃいますよね。ド S すぎる歌詞に全てを見透かされているようで恥ずかしさもありますが、ファンにはたまらない楽曲のはずです。ではこの曲には実際どんな声が上がっているのでしょうか。歌詞も曲調も大人でセクシー。
落ち着いた曲調なので、朝にも真夜中にもしっくりくる。歌詞がかっこいいというか色気がある。詩だけ読むと結構すごい内容なんだけど、その通りですしか言えない。バンタンにもうこれ以上ハマったらしんどいと思っていたのに、さらに甘くて魅惑的な沼の底に引きずり込まれました。もう抜けられない。ライブ映像では何しろメンバー全員が美しく色っぽく、全く目が離せず、彼らの歌に引き寄せられてどこまでもついていってしまいそう。まさにハーメルンの笛吹き。こっちにおいで、僕は君の楽園なんて言われたら瞬殺です。納得できるコメントばかりで、その通りですよね。本当にセクシーな歌詞になっているので、一度じっくり歌詞に注目し聞いてみてくださいね。次に No More Dream です。 BTS の始まりとも言えるこの曲は、当時の彼らの勢いと熱が伝わるヒップホップ曲です。社会に対する怒りを率直に表現した歌詞や、お前の夢は何だと問いかけてくる歌詞が印象的ですよね。デビュー当時から自分らしい音楽を追求してきた BTS は、この曲の制作過程を振り返り、二度とこんな歌詞は書けないんじゃないかと思うくらい心を込めたと話しています。曲自体もとてもかっこいいのですが、歌詞にも注目して聞いてみると、さらに魅力を感じられること間違いなしです。またこの曲のセクシーダンス担当は、なんといってもジミンです。お腹をわざと見せる姿にキュンキュンしてしまいます。ファンの間でもセクシーな歌詞であることが注目されています。実際にどんな声が上がっているのか見てみましょう。 No More Dream、 ジミンちゃんセクシーすぎる。セクシーすぎてやられちゃう。歌、ダンス、表情、ビジュアル、全部全部かっこよくて、セクシーで可愛くて大好きで、ずっとずっと鳥肌が立ち続けた一曲。BTS のデビュー曲ということで懐かしい。今の BTS とは全然違うけど、この頃もかっこよさとセクシーさは変わらない。デビュー曲のこの曲から BTS が始まったと言っても過言ではない一曲ですが、今でもセクシーと言い続けられている歴史ある楽曲です。続いて、いいね、パート2、あの場所でです。2014年に BTS が発表した日本で最初のアルバムに収録されていた楽曲です。最近ではほとんど歌われることがないため、レア曲になっているかもしれませんが、隠れた名曲と言われています。日本語曲として発売されたのですが、韓国をはじめ世界中のアーミーからの人気も根強い楽曲で、韓国で行われたライブでは韓国語バージョンを披露したことも。いいね、パート2、あの場所では、もともと BTS が韓国語で歌っているいいねという楽曲のアンサーソングです。いいねは、別れた女性の SNS にいいねを押すか悩む未練のある男性の気持ちを歌った楽曲で、写真がアップされるたびに気になって仕方ない、自分と離れてからもっと綺麗に輝く彼女への複雑な感情を表現しています。アンサーソングであるいいねパート2、あの場所では、いいねで登場した彼女とのその後の物語が描かれており、別れてからも自分だけが彼女を思い続けていることに落ち込んでしまったり、知らないうちに自分の知らない女性に変わっていく彼女、久しぶりに会う約束をして同じ思いではないことを痛感している様子がわかります。もしも同じ気持ちであれば、この場所で待ってるから来てほしいという後悔を歌った切ない恋愛ソングになっているのですが、インスタグラムやフェイスブックのいいね機能についての歌詞も、 BTS と同世代の人にとって共感できるポイントなのではないでしょうか。ジョングクの印象的なボーカルから始まり、バックのサウンドや何層にも重なるハモリが綺麗な一曲です。明るい曲調の中にも、どこか切ない気持ちにもさせる絶妙なメロディー展開をぜひ堪能してみてくださいね。そしてサビのセクシーな振り付けにもぜひ注目してください。アーミーからは、私の中で隠れた名曲として毎日のように聴いてるいいねパート2、あの場所で。曲調も好きだし、ダンスも好きだし、歌い方も好きすぎて叫びたい。
特にジミンさんの色気が凄まじいダンスとガールの発音が好きすぎて、これからも毎日聞く。いいね、パート2、あの場所出て、まだ若いメンバーが少しセクシーに踊る姿が逆に可愛い。隠れた名曲である、いいね、パート2、あの場所での MV を初めて見た時に、腰を振るセクシーな振り付けに、メンバーが照れているところが可愛くて虜です。というように、明るい曲調なのですが、切なさやセクシーさが盛り込まれている、ファンであれば誰もが知っている、隠れた名曲です。次に紹介するのは、Tomorrow です。SUGA が作詞作曲した楽曲で、言わずと知れた名曲と言われています。自分自身がきっとうまくいくと信じたことを、長い時間、がむしゃらに続けられる人は限られた人しかいなくて、信じ続けて実現させられる人はもっと少なくて、途中で諦めてしまう人もたくさんいるということ。SUGA はそれを踏まえた上で、この曲を書いたと思われます。とても SUGA らしい歌詞ですよね。進みたくても進めないのは痛いほどわかる、できないしムカつくし、叫んだって何も変わらないのはわかってるけど、きっとそうしなきゃ、どうにかなってしまうことも全部わかってて、だからこそ夢を追え。夢を諦めるな、逃げるなと歌っているのでしょう。音楽に夢を抱き、音楽で葛藤し、そして夢を叶えたSUGAだからこそ書けた歌詞が、たくさん詰まっている曲です。Tomorrow、 めっちゃ曲もダンスもかっこよくて好き。初期の隠れた名曲だと思う。しかもSUGAの作詞作曲。どことなくセクシーに見える部分もあり、めちゃくちゃ良い曲です。Tomorrow、 バンタンを代表する名曲だと思ってる大好きな曲です。ダンスパフォーマンスも初めて見たとき、鳥肌立ったの覚えてる。大好き。Tomorrow は、辛いときにも光をくれる名曲。もっとダイレクトに歌詞を知りたい。どのアーミーも名曲と言っているほど、アーミーにとっても印象の深い楽曲となっています。続いてランです。2015年に発表されたアルバムに収録されている楽曲で、青春を生きる若者のもどかしさと情熱が表現されています。サビのユニークな振り付けが人気の楽曲で、ジャケットを脱いで肩を出し、ダイナミックに背中を動かす動きは、それまで彼らが踊っていた振り付けと比べると、かなりセクシーで成熟したダンスになっています。少年期から青年期への移り変わっていく瞬間を表現しているかのような、パワフルなパフォーマンスとなっています。ジョングクはこの頃から体を鍛え始め、少年らしい可愛いイメージからセクシーな大人へのイメージへ変わりつつありました。とはいえ、当時はまだ18歳ということもあり、あどけなさが抜けきれていなかった部分があったのですが、まさに少年から青年への過渡期と言える時期だったことは間違いないでしょう。このダンスはジョングクのためにあるようなエネルギッシュなダンスだよね。大人になったジョングクにまた踊ってもらいたい。正直に言うと、最新バージョンとして7人全員がノースリーブの衣装でこれを踊ってほしい。また違ったセクシーさが感じられると思う。このダンスを初めて見た時の衝撃が今でも忘れられない。可愛かったバンタンが一気に大人になったかのようなセクシーなダンス。今でも常にライブで歌ってほしい楽曲です。とてもアップテンポな曲調なのですが、その中に見え隠れするセクシーなダンスがファンにとってはたまらないのではないでしょうか。次は I Need You です。2015年4月に韓国で発売され、各音楽番組で1位を獲得し、その後日本でも12月に発売されました。デビュー3年目にして BTS として注目を集めるようになった代表作で、ブレイクのきっかけとなった楽曲となっています。韓国版の MV はダンスシーンよりもストーリー性に重点を置いており、ドラマ仕立てに構成されました。終わりに向かって堕落する愛を捕まえようと焦る心を表している曲で、ちょっぴり切ない曲調です。そして日本語版は韓国版のダークなイメージは引き継ぎつつも、かっこいい、かつセクシーなダンスを披露しており、印象がまた違う MV となっています。セクシーなダンスなのですが、
一人を中心に囲み、周りで円になって踊っている姿が多く、一人一人の動きがはっきりしているので、ダンス初心者の方も覚えやすい印象が強い曲となっています。フェイクラブもいいけど、I20 のサビのセクシーダンスが色っぽくていいよね。I20、新曲であり、ダンスもセクシーでよく、大好きで特別な曲。このダンスパフォーマンスは、BTS の曲の中でもかなりきついダンス。結構真似しやすいって言われてるけど、このダンスできる人はすごい。とても色気のある曲調に、セクシーなダンス。一度聴き始めると見入ってしまう楽曲となっているのではないでしょうか。続いて、ディンプルです。この曲は、ボーカルラインがアーミーを虜にしてしまう曲として有名ですよね。歌詞の意味としては、エクボのない男の子が、エクボのある女の子にメロメロになっているというストーリーになっており、曲中で何度もエクボが、君だけにある。僕にはなくて、君にしかない、と強調されている部分が印象的です。そして、セクシーなダンスも話題となり、特にファンの視線を釘付けにしたのはジミン。体全体を使って、腰を回すようなセクシーなボディーロールを披露しています。一つ一つの動きを繊細に表現した美しく魅惑的なパフォーマンスでファンの視線を独占しました。ライブ映像ではドキッとするようなダンスと歌い方、まだ見ていない方は検索してほしいな。私はほぼ毎日ディンプルを聴きます。ボーカルラインの艶やかな歌声にドキドキ、大好きです。セクシーなダンスにもうっとりしてしまいます。衣装もダンスも細部までセクシーで美しすぎる。ボーカルラインのディンプルは歌詞も大好き。皆さんセクシーと言っていますね。それだけセクシーなボーカルラインが見れるということなので、コメントにもあるように興味がある方はぜひ検索してみてくださいね。最後はレップセです。BTS のセクシーなダンス曲の中に必ず入ってくることで有名ですよね。英語ではシルバースプーンと訳されています。レップセとはダルマエナガという鳥のことで、とても足が短いのが特徴です。韓国には足の長いコウノトリと比較して、ダルマエナガはコウノトリを真似すれば股が裂けるということわざがあり、これは他人の真似をして自分の能力以上のことをすると痛い目に遭うという意味で使われています。すなわちレップセは生まれながらにして持っている才能がない人のことを意味し、この曲の中にもコウノトリのおかげで股がパンパン、俺がダルマエナガの足、お前はコウノトリの足という歌詞が使われており、才能がなく努力が実らないことに対する皮肉のメッセージを込めた一曲になっています。そんなバッドボーイ感のあるセクシーなダンスが特徴のレップセ。中でも J-HOPE のダンスがめちゃくちゃセクシーで、この曲のイントロが流れるだけでファンの叫び声が聞こえるほどです。そのダンスの中心となっているのが腰振りダンス。メンバー全員腰振りダンスをしているのですが、特に J-HOPE の腰振りダンスは圧巻です。この姿を見たファンからは、彼が私を惑わしてきます、どうしたらあんなにスイートで可愛い人がこんな悪そうな最高にホットでセクシーな人になれるの、これ見て鼻血出た、セクシーすぎて言葉が出ない、という声が相次いでいるほどセクシーな仕上がりになっています。今回は BTS のヤバすぎるパフォーマンス特集をご紹介してきました。 BTS はこれまでにたくさんの楽曲を発表していますが、その中でもよりすぐりのセクシーダンス楽曲をご紹介しました。この動画を見るだけで BTS のセクシーさが全てわかる内容になっているので、ぜひ楽しんでくださいね。皆さんは BTS の MV の中で好きな衣装はありますか？新曲を出したり、コンサートをしたり、音楽番組に出演するたびに、髪型、髪色、衣装と様々な部分で注目される BTS。 最近はアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンの衣装で登場することも多いですね。 BTS がグラミー賞で着用した衣装が
チャリティーオークションで16万ドルという高額で落札され、寄付されたというニュースもありました。レベルの高いパフォーマンスと、7人それぞれのキャラクターは世界中で愛され、ファンも多く、SNS でも毎日のように様々なファンの投稿を見かけます。そんな BTS ですが、今回はその中でもひときわ目を引くパフォーマンスをするジミンの衣装について注目しました。振り付けなのか、あえてなのか、左肩がはだけるセクシーな振りが多い理由についてお伝えしていきたいと思います。アーミーが注目してきたジミンの肩出しについて本人から説明してくれたことがありました。それはアルバム B のフォトカードの肩出し写真がセクシーだとファンの間で話題となった時のこと。カードを見たメンバーはカッコつけているなどと言ってジミンをからかったことがあります。するとジミンは肩を出している理由について、皆さんご存知の通り僕は左肩が狭いんです、なので服がずり落ちてしまったんですと説明しました。日常生活の中でもカバンを背負っても左肩だけずり落ちるんですとちょっとした悩みを語ったジミン。そんなジミンの言葉にメンバーは知らなかったと驚いた様子でした。なんと左肩が右肩より狭く、洋服やカバンがずり落ちてしまうことが肩が出てしまうパフォーマンスの理由だったなんて、人間らしさが感じられてますます魅力を感じてしまいます。またこれまで語られてこなかった左肩を出す理由についてもファンは初めて知ることができました。最近は細マッチョでウエストの細さもファンの間で話題に上がっていますが、運動を欠かさずファンが喜ぶ最高のパフォーマンスを準備するジミンはファン思いでかなりの努力家ですね。ジミンが肩出しをしてしまう真相は本人の告白によって明らかになりましたが、その他にアーミーが喜んでくれるためとパフォーマンスとして取り入れていることを証明する発言もしていました。それは服は着るために着る時もあるし、脱ぐために着る時もあるという衝撃的な発言でした。まさにジミンらしい言葉で、他のメンバーも納得の名言です。また肩出しが話題となったコンセプトフォトに写る片方の肩があらわになった自分を見ながら、僕ちょっとやらしいですねとジミン自身が照れながら感想を述べた時のこと。 RM はジミンに、あなたがそうやって撮ったんでしょうと突っ込み、正直ジミンさんは服を脱ぐために着てますよねと続けて尋ねました。服をセクシーに着崩す天才であるジミンにまさかの質問をした RM、少し戸惑い恥ずかしそうにするジミンでしたが、すぐさま着るために着る時もあるし、脱ぐために着る時もあると答えたのです。それに対して RM や J-HOPE はセクシーですね、いいですねとジミンの名言を絶賛しました。ジミンはメンバーの中でもダンス歴が長く、中学2年生からダンスを習い始めたそうです。ヒップホップ、ポッピンというストリートダンス、現代舞踊などいろいろなジャンルを踊りこなせるため、ダンスの幅も広く、表現豊かなパフォーマンスは他の K-POP アイドルからも憧れの的です。キレキレのダンスや優雅なターンなど、ジミンのパフォーマンスはメンバーの中でも特に目を引き、MMA などでダンスパフォーマンスを披露した時もファンを感動させました。しなやかで男の色気たっぷりのジミンのパフォーマンス。体が人より大きく動くので衣装がはだけやすいのかもしれませんが、それもファンが喜ぶパフォーマンスですよね。ジミンはあえて取り入れてくれているのかもしれません。ダンスが上手いだけでなく、表情、仕草を含め自分の見せ方をよくわかっているジミンに虜になってしまうファンも多いのです。 BTS のアルバム B のコンセプトフォトがサプライズ公開された時にも、集合写真の右側に写るジミンにファンは大興奮でした。他のメンバーがジャケットを着たりシャツを着たりとがっちりとした着こなしであるのに対し、ジミンだけはジャケットをはだけさせ左肩を出しているというなんともセクシーな写真だったのです。当時はサラサラの黒髪だったこともあり、より色気が倍増しています。このセクシーすぎる姿は大きな話題となり、ツイッターではジミンの肩出しに濃殺された、黒髪で肩出しなんて聞いてない、セクシーすぎる
などの投稿で埋め尽くされ、当時自民の肩出しがトレンドワードになったほどでした。2021年11月と12月のロサンゼルスコンサートでは、ブラックスワンの衣装とパフォーマンスがとてもセクシーでした。また、BTS Permission to Dance on Stage にてオープニングで披露したオンでは、ジミンの衣装がノースリーブで、腕の筋肉とチラチラ見えるウエスト付近の筋肉もファンを喜ばせていました。鍛え上げられた肩から腕の筋肉とチラッと見える腹筋に、男らしさと色気を感じますよね。コンサートでも最高のパフォーマンスだったオンですが、この曲の MV でジミンが着ている衣装も多くのアーミーを沸かせました。ファンの SNS には、パフォーマンスで大胆に腕の付け根の部分が破けていたり、股や脇の部分が破けているジミンの衣装写真が投稿されていたのです。しっかりとした素材であるはずの衣装ですが、ジミンのダイナミックな動きに耐えきれず破れてしまったのでしょう。普段はとても可愛らしく愛らしいジミンですが、ステージに立った瞬間、別人のように表情や雰囲気が変わるカリスマ性もあります。いつもどんな時も全てのパフォーマンスに全身全霊で挑む姿は、アーミーを一瞬にして引き込んでしまいますよね。ジミンの数々の破れた衣装からは、普段どれほどの力をかけてパフォーマンスを行っているのか、そのプロフェッショナルさがダイレクトに伝わってきます。今後もジミンの衣装から目が離せません。今回はひときわ目を引くパフォーマンスをするジミンの露出が激しい衣装と魅力についてお伝えしてきました。3月のソウルオフラインコンサートと4月のラスベガスオフラインコンサートが確定し、アーミーの楽しみがまた増えましたね。今後も変わらず素晴らしいパフォーマンスが期待できそうです。皆さんは BTS での伝説級のパフォーマンスを見たことはありますか？世界で活躍する BTS はいつも全力でパフォーマンスを行い、最高のステージを見せてくれますよね。メンバーそれぞれのパフォーマンスには個性が現れ、同じ振り付けでも印象が変わったり、表情管理や些細な仕草でさえもアーミーを虜にする大事な要素となっています。今回はアーミーを虜にするテクニックが詰め込まれたテテの伝説ともいえるパフォーマンスをご紹介します。2019年にグローバルファンミーティングとなる BTS フィフスマスターマジックショップを開催し、プサンとソウルで計4公演行われました。多彩な魅力が詰まったステージを披露した BTS、少しでもアーミーとの距離を縮めるため360度のステージ構成をしたほか、ステージだけでなくメンバーの素顔に迫るコーナーなども用意されました。ラップラインによるイントロ、スクールラブアフェアやボーカルラインによる曲も披露され、ディンプルでは大人な色気をまとったメンバーにアーミーは釘付けになりました。さらにラップラインの曲であるデンをボーカルラインが中心となりパフォーマンスし、 J-HOPE のパートをジンとジミン、 RM のパートをジョングク、 SUGA のパートをテテが担当し、会場を盛り上げました。見事なラップを披露したボーカルラインでしたが、初日の公演でテテは少しだけラップを失敗してしまいます。 SUGA のパートということもあり、高速ラップと独特なイントネーションが求められ、練習でも一番テテが苦労したとメンバーが明かしていました。アーミーに完璧なラップを披露するため、2日目の公演では全体リハーサルが終了してもステージに残り練習をしたテテ、そのおかげもあり本番のステージでは見事高速ラップを成功させました。世界で一番シュガヒョンのラップが好きですと公言しているテテ、尊敬するシュガへの愛も感じるテテのラップとなり、アーミーからはシュガのラップ担当できてよかったね、シュガ信者のテテさすがなどの声が多く寄せられました。2019年ボーイウィズラブでカムバックした BTS、 アメリカの人気歌手ホールジーとコラボし大きな話題となり、数々の音楽番組では1位を獲得、累計21冠を達成する人気曲となりました。人気を証明するかのように
4月25日に出演したリムカウントダウンのテテのチッケム動画は1億回を超える再生回数を記録しています。パフォーマンス開始直前までアーミーとコミュニケーションを取る様子が映されており、無邪気なテテの表情がたまりません。ステージが始まってもアーミーを見ては笑顔をこぼすテテかと思えば、自身のパートでセクシーな低音ボイスを響かせます。伏せ目がちでクールなオーラをまとい、視線を上げてはカリスマ性あふれる眼差しでアーミーの心をつかむテテ。完璧な表情管理に目が離せません。曲に合わせアドリブを入れながらステージを楽しんでいる様子が伝わるパフォーマンスとなっています。BTS のデビュー曲である No More Dream はメッセージ性の強い歌詞と力強いダンスが魅力的な曲です。さらにジミンが服をまくり上げ腹筋を見せるパフォーマンスが人気の一つでもあります。そんな No More Dream ですが、シュガのパートでテテがメガネをかけすぐに振り落とすパフォーマンスがあります。メガネをかける際は客席に背を向け、振り返ると曲調に似合わない可愛らしい笑顔を見せるテテですが、すぐにメガネを振り落とすと笑顔を消し鋭い視線に切り替わります。一瞬で別人になる表情管理と的を空気感でさえも変えてしまう驚きのパフォーマンスです。2016年韓国の最大音楽授賞式とされるママに出演した BTS、 初めて大賞となる今年の歌手賞を受賞し飛躍の年となりました。大舞台でのパフォーマンスはジョングクが仰向けで宙吊りになった状態で登場、斬新で大胆な演出で幕を開けます。 J-HOPE とジミンが Boy Meets Evil を披露し、続けて Blood, Sweat and Tears とファイヤーをパフォーマンスした BTS、 会場を熱気で包み最高のパフォーマンスを見せつけました。激しいダンスを披露しアーミーを魅了した BTS ですが、他にもあるパフォーマンスが大きな話題となります。 Blood, Sweat & Tears の歌唱が終わるとステージは暗転、再びステージがスポットライトで照らされると客席に背を向け座り込むジンと、ジンの背後からゆっくりと近づくテテの姿が。テテはジンの背後に立つと力が抜けたようにひざまずき、着ていたジャケットを大胆にはだけ背中をあらわに。さらにその背中には大きな傷跡があり、アーミーの視線を釘付けにしました。そしてテテはジンの視界を手で覆い、怪しげな笑みを浮かべるのでした。このパフォーマンスにアーミーからは、何だったの、テテの表情がヤバすぎる、まさかの露出からあの表情、アーミー生きてる、など衝撃的なパフォーマンスに驚きの声が集まりました。テテのソロ曲であるシンギュラリティは、自分の声が偽物だったなら自分を捨てるべきではなかったのかと自問自答する内容の歌詞です。リリース当時、キムテヒョンと V どちらかを選ばなきゃいけないという考え方をしていました。自分はどんな人間なのか悩んでいたんですと明かしており、 MV では視覚的に歌詞の内容が表現されています。テテの葛藤が込められたこの曲は BTS ワールドツアー Love Yourself で披露され、独特な世界観でアーミーを魅了しました。様々な国でライブを行ってきましたが、ソウルで行われたファイナル公演では一部演出が変更され、さらなる魅力を大解放。心の闇を表現したかのような全身真っ黒の衣装に身を包み、大きなベッドに横たわり登場したテテ。カメラが上からテテの顔を映し、まるでテテを見下ろしているかのような感覚になります。近距離で見るテテの美しさは破壊力抜群で、横顔も完璧、カメラを見つめる視線や目の動き、視線を外すタイミングなど圧倒的な表現力を見せつけます。自身の見せ方をよく分かっているからこそできるパフォーマンスであり、見事に曲の世界観にアーミーを誘いました。かっこいいパフォーマンスを見せてくれる BTS ですが、時には完璧ではない姿を見せることもあります。ライブで Boy in Love をパフォーマンス中、なんとテテはダンスに夢中になり、自身のパートで歌唱を忘れてしまいます。
これに気づいたメンバーは思わず笑ってしまい、さらにはテテの歌い方を真似して RM がからかうと、他のメンバーも同調する事態に。笑いながらパフォーマンスを続けるメンバーでしたが、再び RM がテテのパートを歌唱し、からかうと、犯人を見つけるためメンバーを襲撃するテテ。わちゃわちゃした楽しいステージに一変しました。メンバー全員が爆笑している姿に癒されたアーミーが続出し、ライブならではの楽しいパフォーマンスになったのでした。今回はテテの伝説のパフォーマンスをご紹介しました。いつも素敵なパフォーマンスを見せるためたくさん努力し、時には可愛らしい姿も見せるテテでしたが、アーミーのため頑張る気持ちが伝わってきますね。もちろん紹介したエピソードの他にも素敵なパフォーマンスはいくつもあり、同じ曲でも毎回違う表情や仕草で飽きることはありません。今後もどんなパフォーマンスをしてくれるのか期待が膨らみますね。皆さんは BTS の昔の姿をご存知ですか？今年でデビュー9年目を迎える BTS、今ではトップアイドルグループとして世界で活躍していますが、デビュー当時は10代の少年。誰しもが一番変化する10代から20代で、 BTS も大きく変化しました。2013年にビッグヒットエンターテインメント、現ビッグヒットミュージックよりデビューし、今ではトップアイドルとして韓国だけでなく日本やアメリカでも活躍しています。2020年には英語歌詞の楽曲ダイナマイトをリリースし、つい口ずさんでしまうような音楽性と誰もが真似したくなるような振り付けのダンスが話題となりました。2021年には引き続き英語歌詞のバターをリリース。アジア出身アーティストとして初となるアメリカンミュージックアワードアーティストオブザイヤーを受賞し、アーミー含め多くの人々が世界的アーティストとしての BTS の躍進を目の当たりにしました。ステージ上のパフォーマンスではきらびやかな姿を見せる7人ですが、今回はメンバーの中でもマンネラインの3人に注目し、今と昔の変化についてご紹介したいと思います。まずマンネという単語ですが、韓国のマンネ、日本語で言うと末っ子という意味から来ています。 BTS の中で一番末っ子になるのが、ダンスも歌も完璧で何でもできてしまう我らが黄金マンネのチョン・ジョングク。愛称はグクです。チョングクの2歳差で年上になるのが1995年生まれで、同級生コンビ、通称クオズと呼ばれるパク・ジミン、愛称はジミン。そしてキム・テヒョン、愛称はテテです。 BTS の中では年下組になるこの3人はマンネラインと呼ばれています。力強く透き通るような安定した歌声と鍛え上げられた身体とは裏腹に、末っ子ならではの可愛さとのギャップで人々を魅了し、 BTS のマンネでありながらメインボーカルとセンターを務めるジョングク。他のメンバー、そしてアーミーからもあどけなさが残るみんなの弟として可愛がられている存在です。そんなグクですが、数年前にメンバー全員でサンナムジャ、ボーイインラブの PV 撮影を海外で行っていた際、年上組のメンバーのヒョンたちが撮影現場の方と話している間、一人でいたグクは、早く大人になってタトゥーを入れたい、とつぶやいたのです。それを聞いていたメンバーのシュガは、そんなものするな、ファンが悲しむぞ、と声をかけました。まだ10代だったグクは、大人への憧れと好奇心が旺盛で、幼いながら、周りからのイメージと自分が挑戦したいことのギャップを感じていたのではないでしょうか。グクだけに限らず、大人の世界への憧れ、何でも挑戦してみたいという好奇心が芽生える時期は、誰しもが通る道でもあります。グクの4歳年上になるシュガは、そのギャップをよくわかっており、かつ、その時のグクを思って声をかけたのだと思います。数年の月日が経ち、2020年、ついにグクは右腕にタトゥーを入れました。様々な火種が飛び交い、グクのタトゥーをめぐって一部では炎上してしまう事態にもなりました。そんな中、グクはタトゥーを彫った右腕をしきりに隠してしまうようになってしまいました。しかし、そんな姿を見かねたアーミーから、腕を隠さなくてもいいよという声が強まり、ありのままのグクでいてほしいというアーミーの声援が届いたのか、最近は腕を隠さず堂々としている姿を見せています。多感な10代の頃から BTS として活躍するグク。
見た目や好みも少年から青年へと変わりましたが、性格は今も変わらず、メンバーからも、そしてアーミーからも愛される可愛いマンネのままですよね。長い間、多くの注目を浴びている彼こそ、避けては通れない否定的な意見や、今と昔を比べた批判も多くありますが、アーミーが願うのは、メンバーそれぞれの安心とありのままの姿です。これからグクがどう変わっていくのか、みんなで温かく見守りたいですね。しなやかなダンスと妖艶な笑みで魅了することもあれば、力強く男気あふれたパフォーマンスを披露し、さまざまな表情を見せるジミン。そんな彼といえば、ストイックな性格が有名です。ジミンは学生時代、韓国でも有名な四大芸術高等学校に首席で入学。常に成績優秀で、数学や科学を得意とし、さらには学級委員長も務めていたそうです。学生の時から真面目で自分に厳しかった性格がうかがえます。デビュー前の練習生時代はダンスに熱意を費やしすぎてしまい、睡眠時間がたったの3時間。アイドル特有のヒップホップダンスとジミンが高校で専攻していたモダンダンスは動きや雰囲気含め全てが異なり、当時はとても苦戦したそうです。今では BTS の中でもダンスが光るメンバーの一人ですよね。さらにジミンは食事制限にも全力を注いでいました。デビュー当時はお餅のように白くぷくっとした姿が可愛いと評判だったジミンですが、とても厳しいダイエットをしています。食事の回数を1日に1回にして、メインは必ず鶏肉にするというダイエットを始め、最終的には10日に1回しか食べないというダイエットにまで自分を追い込み、みるみると痩せていきました。あまりに過酷な食事制限にぽっちゃりしてたジミンも素敵だよ。もっと食べていいんだよ、と声をかけるメンバーもいたくらいです。今ではぽっちゃりとしたイメージとは真逆の華奢で、今にも消えてしまいそうな儚ささえも感じられるほど細くなりました。しかし最近では新型コロナウイルスの影響で強いられたステイホーム期間中にジミンは運動に目覚め、少しずつ体つきがたくましくなっていることからも彼自身のストイックな性格を見ることができますね。ジミンの今の姿は彼自身の努力の結果であり、常に自分に厳しくストイックに突き進む強さは昔も今も変わらないことがわかります。ストイックに完璧を目指しすぎる彼こそ、アーミーは心配になってしまうこともありますが、いつまでもジミンの笑った時の細くなる目と可愛い笑い声が見られるように、これからもジミンを支えていきたいですね。世界で最もハンサムな男性として1位を受賞するほど、多くの人が容姿に惹かれ、さらにはセクシーな歌声とグルーヴ感漂うダンスで、女性に限らず男性までも一瞬で恋に落ちてしまうほど、目鼻立ちの整ったテテ。整った存在感に注目が集まりがちですが、特に昔は、四次元というあだ名で親しまれていました。四次元とは韓国のサチャウォンから来ており、韓国では二次元イコール漫画やアニメ、三次元イコール現実、四次元イコールよくわからない世界と認識されています。そのことから、よくわからないまたは独特な世界観を持っている人を四次元と呼びます。日本でいう不思議ちゃんや天然キャラに近いイメージかと思います。デビュー当初から四次元の愛称で親しまれ、不思議な発言や行動でファンやメンバーを笑わせてくれるムードメーカーです。昔はテテの自由奔放で四次元な感性がメンバーを困らせることもあったようです。しかし今ではテテ自身がメンバーの幸せが自分の幸せだと語るようになり、落ち着いた大人の男性らしさも伺えるようになりました。ムードメーカーとしての役割だけでなく、ジャズを好んだり芸術的な絵を描いたりバイオリンに挑戦してみたりと、四次元なテテ独自の感性は芸術的な方向でも発揮されているようです。昔は小柄でやんちゃな少年だったテテも、現在は26歳になり、背の高さと鍛えた体で、さらに容姿に磨きがかかり、男らしい青年へと変貌しました。テテの自由気ままな性格や、時折見せる幼い顔、ステージ上の輝く姿や、ウイスキーをたしなむ大人な雰囲気など、様々な表情を見せるテテに、翻弄されるアーミーも多いのではないでしょうか。そんなテテが、これからも四次元な魅力を忘れず、自由にテテらしくいられるように、どんなテテも温かく受け入れていきたいですよね。今回はマンネラインの今と昔の変化をご紹介いたしました。
3人とも見た目はさらにかっこよくなり、ますます魅力が高まりましたが、性格は昔も今も変わりありません。BTS は9年目を迎えますが、これからも変わらず魅力的なマンネラインであることを期待して、彼らの成長を見守っていきましょう。皆さんは、ジミンのパフォーマンスにセクシーさを感じたことはありますか？現在27歳のジミン。ジミンといえば、繊細さと力強さの中に表現力も融合した、しなやかなダンス、普段のキュートなキャラクターなど、様々な魅力でアーミーに愛されるメンバーの一人です。専門家も次々と称賛するハイレベルなダンススキルや、真面目でストイックな性格、メンバーやアーミーから愛される優しさなど、ジミンの魅力は語り尽くせません。ダンス、歌唱力ともに高い実力を持ち、圧倒的なパフォーマンスで BTS の人気を牽引し続けるジミン。2023年3月末には、ソロでは初となるアルバム、Face を発売し、アルバム収録曲である Like Crazy は、2023年4月の米国ビルボードメインシングルチャートのホット100で1位を記録しています。そして2023年3月には、世界的に有名ブランド、ティファニーのグローバルアンバサダーに就任し、ファッション業界でも新たな魅力を発信してくれています。そんな多方面で活躍するジミンの多彩な魅力の中から、今回はセクシーな7選をご紹介します。今年3月24日、ソロアルバム「Face」のタイトル曲「Like Crazy」をリリースし、ソロデビューを果たしたジミン。ジミンの無限的な雰囲気と切ない歌声によって表現された同曲。ジミンがひときわアーミーをドキドキさせたのが、アメリカ NBC の番組「The Tonight Show」スターリングジミー・ファロンで披露した初公開のステージです。曲が始まるなり、持っていたグラスを置き、ステージの中央へと移動したジミン。バックダンサーと息の合ったダンスを繰り広げる中、アーミーはダンサーの女性とジミンの体が密着する姿に驚いたり、ドキドキさせられました。抱きつくように寄り添った女性が、ジミンの方に手を添えると、手をそっと取り、カメラに向かって誘うような眼差しを向けたジミン。あまりにセクシーなパフォーマンスに、世界中のアーミーが、これ、放送していいの？まさかジミンのこんな姿を見れるなんて、と衝撃を受けることになりました。そんなアーミーの衝撃はジミン本人にも届いたようで、後日、音楽番組の収録を終え、移動中の車内からウィバースライブに登場したジミンは、皆さんの反応を見ると、こういうダンスをもっとたくさん作らないといけないのかなとも思います、と語り、アーミーを翻弄させたりしていました。2022年に BTS 公式 YouTube にアップされた Run BTS プラクティス動画に登場したジミン。がむしゃらに踊るジミンのダンスに釘付けになるアーミーが続出した一方、アーミーはジミンのある部分に大いに沸きました。世界のアーミーが沸き、あちこちでジミンのフォーカス動画が上がりまくる事態となったのは、なんとジミンのお腹でした。チラッとどころではないよね。可愛いお顔にバキバキの腹筋というギャップがたまらない。これは愛しすぎてしまう。と、アーミーを虜にしたジミンの引き締まったお腹。ダンスプラクティスのスウェットどこ？と、アーミーが探し出した時には、すでに売り切れになっていたというほど話題となりました。ジミンは筋肉に強く負荷をかけないようにしつつも、筋肉のパワーを最大限発揮し、効果的な体の使い方と見せ方をしています。この動画を見ても、ジミンの姿勢が緩い時は、一度もないことがわかります。ダンスを極め、一心不乱に踊るからこそ見えてしまった、嬉しいハプニングとも言えますね。2019年、釜山で開催された第5回グローバルファンミーティングで、360度アーミーに囲まれたスペシャルステージでディンプルを披露した BTS メンバーたち。すべてのアングルから BTS のパフォーマンスを堪能できるステージとあって、アーミーを大いに熱狂させました。
もちろんメンバー全員が素晴らしいパフォーマンスを披露していましたが、この時アーミーはジミンのあるダンスに視線が集中していたようです。それはジミンが体全体を使って腰を回すセクシーなボディーロールを披露したシーンです。一つ一つの動きを繊細に表現し、美しく魅惑的なパフォーマンスを見せてくれています。そしてこのパフォーマンス映像が公開されると、ジミンのダンスはどの角度から見ても素晴らしい、何度も見ずにはいられないと、アーミーからは大絶賛の嵐が起き、多くのコメントが寄せられました。ジミンのように美しく踊る人を見たことがない、とてもセクシーで美しい、パフォーマンスキングだ、この世で最もセクシーな男性、ジミンのボディーロール、もう言葉が出ません、など世界中のアーミーをメロメロにしてしまったようです。韓国の有名現代舞踏家から、本能的に自分の体を美しく見せる方法を知っている、鳥肌が立つほどの戦術を感じたと絶賛され、才能を認められたジミン。ストイックな努力家であるジミンは今後さらに進化を遂げていくでしょう。数々の名曲で知られる BTS、 その中の一曲、2019年のカムバック作 Boy with Love では、その歌声に酔いしれるアーミーが続出しました。君への関心や小さくも素朴な愛の喜びをピュアに歌い上げるこの曲は、7人の歌声が美しくバトンをつないでいくところが見どころの一つでもあります。そしてこの曲の歌い出しは、ジミンの高音の色っぽい息遣いが混じった歌声から始まります。なぜこんなにもセクシーな歌い方ができるの？吐息混じりのセクシーな歌声は反則級など、アーミーからはその歌声も絶賛されたジミン。ジミンの歌声は低音では少しハスキーがかったように聞こえますが、高音になると女性のような透き通った声に変化し、音域の幅が広く、まるでカメレオンのような声色を持っています。練習の虫とも呼ばれるジミンは、ダンスのみならず歌い方まで磨きをかけ、曲によってさまざまな魅力を見せてくれています。音楽業界で定評がある歌手も、ジミンの歌声は人を引きつけ誘惑するような魅力があると評価しています。そして BTS のメンバーからも、魅力的で歌詞を生かして良い雰囲気を生み出してくれると言われるほど、 BTS の楽曲には欠かせない歌声となっています。2021年9月、ジミンの類まれなる柔軟性とダンススキル、ジミン特有のしなやかで美しいダンススタイルに注目が集まりました。現代舞踊の経験があるジミンは、柔軟性が高く繊細な表現を得意とするメンバーです。そんなジミンの美しさが収められた SNS 上の2枚の写真に注目が集まりました。この写真はジミンが自身のソロ曲セレンディピティのダンスを踊っている時のものです。大きく背中を反らし、体を一回転させるこのダンスは、並々ならぬ柔軟性と筋力を必要とする特殊な動きとも言えます。ジミンの体幹の強さとしなやかさがわかるショットでもあり、指先まで美しく伸ばし軽やかに回転するその姿は、まるで妖精のように幻想的な妖艶さを放っていました。ジミンはまさに生きる芸術であり、パフォーマンスの質の高さを証明する衝撃の写真として話題になりました。しなやかで隙のない完全無欠の美を体現したジミンのダンスが、一目でわかる奇跡の写真とも言えるでしょう。その妖艶な美しさに心を奪われたアーミーもいたようで、ジミンの背中の角度がやばい、ジミンが妖艶で美しすぎるなど、さまざまな声が聞かれていました。現代舞踊によって培われた繊細な表現力が生かされた楽曲ブラックスワンのみならず、常に美しい佇まいや所作でさえ視線を集めるジミン。ハイレベルなスキルは K-POP 界でも一目置かれる存在とも言えます。2016年には SBS 歌謡大祭典のオープニングステージのメンバーに抜擢されたジミン。
バレエやコンテンポラリーダンスなどを交えたパフォーマンスを披露し、プロのダンサーや他のアイドルグループのメンバーと共に素晴らしいステージを見せています。優美な世界観にインパクトを与えたジミンお得意の宙を舞うトリッキングは息を呑むほどの美しさで視聴者の目を釘付けにしました。現代舞踊のイメージが強いジミンですが、ダンスデビューは中学2年で始めたヒップホップ系のポッピンダンスです。さらに高い身体能力が必要なマーシャルアーツトリッキングを習得し、テコンドーは黒帯レベル、剣道歴約8年といった多彩な経歴を持つジミン。これらの経歴はパフォーマンスにも生かされており、繊細な美しさはもちろん、アクロバットやダンスブレイクも完璧にこなします。BTS の楽曲の中でもダンスの激しさが3本の指に入るというオン。デビュー当時から BTS のダンスパフォーマンスをリードしてきたメンバーである J-HOPE、ジミン、ジョングクは 3J の愛称でも親しまれています。4周年記念イベント2017 BTS ホームパーティーでのスペシャルパフォーマンスでは素晴らしいチームワークと圧倒的な実力を見せ話題になりました。そして本番までの練習風景を収めた動画では、スケジュールの合間を縫って練習に臨む3人の姿が公開されており、なんと滞在先の部屋でバスローブ姿でダンスをするジミンの姿も映し出されています。ざっくり開いた胸元に目のやり場に困ってしまうというアーミーも、それほどまで1日の中で練習できる時間は全て練習に費やしたのかもしれません。多忙なスケジュールの合間に練習し、体力の限界を感じながらも納得がいくまで撮影を繰り返す 3J。 プロ意識の高さからいつも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるのかもしれませんね。今回はジミンのセクシーさにスポットを当ててパフォーマンスを7選ご紹介しました。スリムな体型と中性的な顔立ち、透明感と繊細さ、そして上品な色気まで持ち合わせているのがジミンの特徴とも言えますね。フェミニンな魅力のあるジミンですが、男性的な肉体美を披露することもしばしばあり、シュチタの中でも、そもそもジミンがアウターを着るのは脱ぐためですからね、と RM から言われたジミン。高貴な雰囲気と上品さを兼ね備えた王子様のような美貌を見せてくれています。非現実的な上品さとしなやかなダンス、力強さを兼ね備えた神々しいビジュアルなど、ジミンの魅力は語り尽くせないほどあります。他にもまだまだ皆さんが知っているジミンのセクシーエピソードがあるかもしれませんね。この動画の感想がありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは次の動画もお楽しみ。ボラヘー。